8月1日午前の取引が終了しました。日経平均株価、トピックスなど3指数揃って続伸しています。日経平均株価は246円31銭高の 33,418 円53銭となりました。トピックス東証株価指数は 14.49 ポイント高、 JPX 日経平均 135.92 ポイント高とそれぞれ上昇しています。トピックス東証株価指数は昨日に続いて33年ぶりの高値水準となっています。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 56%、 1028銘柄、これに対して値下がりが 40% の743銘柄、変わらずが 3% の64銘柄という全引けの構成です。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型中型小型揃って、上昇しています。商いは高水準です。名実ともに8月相場に入ったということもあるでしょうか。今日の全引け段階東証プライム売買高8億6700万株余り、売買代金2兆1918億円、2兆2000億円近い売買代金で全引けとなりました。このペースで5番も推移すれば1日通して4兆円台半ばの売買代金ということですから、かなり多い水準。最もここ数日、先週末あるいは昨日あたりは5兆円を超える代金を1日でこなしておりましたから、それから見ますとやや少ないということになりますが、ただ直近2日間はトピックスのリバランスでありますとか月末といった特殊な要因も影響したという面も考えられます。本日はそういった特殊要因はなしと、月替わりということはありますが、実力ベースで商いが高水準になっていると言えると思います。今日は朝方から買い注文先行、日経平均株価上昇して始まり、時間の経過とともにじわじわ上げ幅広げる展開となりました。為替相場が引き続き円安方向に振れているといったことなどが輸出関連株への買い安心感を誘い、自動車や機械など輸出関連株中心に堅調な地合いとなっています。昨日のアメリカ市場ニューヨーク株式相場でダウなど主要産出が揃って続伸したといったことも買い安心感を誘い、景気敏感株中心に買い注文が続いている展開です。決算発表がいよいよ本格化してきたということで、銘柄選別の動きも引き続き商いの増加につながっているという見方ができます。そういった中で上昇した銘柄、商いを伴って上げている銘柄としましては、ソシオネクスト6526、半導体の開発を手掛けますソシオネクストが商いを伴って大幅高となっています。売買代金は東証プライム市場、東証全市場で全引け段階ではトップとなっています。ソシオネクストは先週末28日に第一四半期決算を発表しておりましたが、これが引き続き評価されているということで昨日に続いて上昇、商いは大きく膨らんでいます。逆に下落した銘柄は電気大手、総合電気大手の三菱電機6503が 5% を超す下落となっています。こちらは昨日の引け後に決算発表を行いました。第一四半期増収増益ではありましたが、ただ利益水準が市場の事前予想に届かなかったということで、今日のところは売り注文に押されているという今日の前場の動きです。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。